はい、皆さんこんにちは。 BMC の吉澤陸です。本日もですね、 BMC が臨時休業期間中に学ぶアンガーコントロール、第2回目ということでお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。前回は少し長くなりましたので、少し短めにお話しさせていただきます。はい、まずですね、アンガーコントロールとはというところを復習してまいりましょう。はい、アンガーコントロールっていうのは、怒りを予防し制御する技術です。ね、仕事やプライベートでのコミュニケーションを円滑に進めるスキルですね。アメリカ発祥です。企業であったり教育現場であったり、スポーツ業界、でも、導入されている学びですね。思考と行動を変えることを目的にしておりまして、自分はこうありたいというですね、理想の未来へ近づくためのテクニックです。間違ってはいけないのはですね、アンガーコントロールっていうのは、直訳してしまうと、なんか怒りを制御するだけ、なんか怒りを我慢するっていう風なイメージなんですけれども、それではないんですよね。怒りの正体をして、怒りに、自分がコントロールされてしまわないようにする、そして怒りによって、人間関係をですね、潰してしまわない、そういったものを未然に防ごうという、学問になります。はいはい、ここも復習です。怒りはもう正常な感情反応になります。怒らないっていうことも良くないっていうふうに言ってるんですよ、アンガーコントロールでは。自分自身を守る武器になりますし、これ以上やってほしくないっていうね、境界線っていうものを守る、ね、抑止力にもなります。ね、自分はこうしたいんだっていうですね、欲しいものを主張する力も与えてくれます。ね、怒りがないと、もうね、もう自分がないのと同じです。ね、自分のアイデンティティがなくて人の言いなりになってしまいますんで、感情がないのと同じになりますんで、怒りというものは、使い方によってはですね、生産的な行動に変えるエネルギーでもあるということを知っておいていただきたいんですね。はい、そしてこれ前回の、復習になります。前回はこれで終わりましたね。家庭内での余分な喧嘩を防ぐためには、アンガーコントロール、会社とか、知人関係、友人関係、いろんな人間関係に使われますけれども、今ちょっとね、コロナで外出自粛ねありますんで、家族でいる時間が長いということで、こう家庭内での余分な喧嘩を防ぐためという形で前回はまとめて終了、まとめさせていただきました。ね、これはパートナーとか友達、仲のいい友達も同じだと思うんですけどもね、言わなくても分かるは NG。 そんな言わんでも分かるでしょ、ね、いや分からないもんなんです。やっぱ他人同士が住んでますしね、これはやってほしくない、こういうのは好きじゃないっていうのをやっぱり伝えておかないといけませんよね。はい、そして共通の認識を持つ、ルールを決める。やっぱり、違う文化で育った者同士が住んでたりもしますし、ね、親と子、ね、血がつながっていたとしても、やっぱり性格性質っていうのは異なりますね。やっぱ自分の常識は、ね、家族であっても、非常識に感じるものもあれば、家族の常識が私たちにとっては非常識だと思うものもありますんで、ね、何々家、私たちの家ではこれはこうしましょう、ね、これを使った後必ずここに戻しましょう、ね、これをした後にはこうしましょう、ね、こういうことがですね、ルールを決めるということですね。そしてチーム意識を持つ、これ重要ですよね。私は私、あなたはあなた、ではなくてですね、みんなでこうやっぱね生活していますんで、チームの意識、チームで進んでいっている、チームで目標に向かっているっていうことをやっぱり知っておくべきですね、決めておくべきですね。そして深い話をする、もうどうでもいい世間話はできるけど、深い話、大切な話になったらもう知らんやんって、もうええやんそれみたいな感じで、家族、身内の方ほどなんかね話しなかったりするんですね。友達にはできるけど家族には言えない、これはあんまり良くないんですよ。何を考えているのかわからないっていうことが起きてしまいますんでね、深い話をするっていうことですね。そして未来の話をする、とにかくワクワク前向きになれるですね、話を共通の認識でもって、これができたらこうしようね、これが終わったらこうしようねって、こんなとこ行きたいよね、そのためにはこうしよう、そういったものですね。やっぱね、先が見えないと、喧嘩って起こりますんで、ちょっと長くなりましたけど、前回はこういうお話でした。
で今日はですね、アンガーコントロールの中で私が、初めの方に学んだ中で一番重要ではないかと思っている、怒りの一次感情と二次感情というものについてお話ししたいと思います。一次感情と二次感情というのはありまして、一次感情というのは出来事に対してまず起こる感情、すぐに自覚することができない怒りの影に隠れてしまっている感情、これちょっと何のこっちゃって分からなくなるような話ですけど、ちょっと説明後にしますね。で二次感情、これ相手に対する具体的な言葉は、行動となって現れもすぐに自覚することができる、ね、要はですね、この二次感情というものがすぐに起こって出る言葉なんですね。あんた何してんのってやめなさいみたいな感じで出るものが二次感情ですね。腹立つみたいなことが二次感情になるんですよ。ただその二次感情だけしか分かっていなくて、なんで先に出るの二次感情だっていうと、その二次感情として言葉に出る裏には実はなぜ起こっているのかっていうことを知りましょうっていう、アンガーコントロール、怒りをコントロールするにはまずこの一次感情に気づかないといけないっていうことなんですね。でどういうことかというと、例えばですけど、まあ、車、ね、飛び出しちゃったりなんかして道路に運転してる人がキーってブレーキ立てて、危ないやろこらみたいな感じで言ったとしますよね。すいませんみたいな感じなんですけど、なんでそんな怒らなあかんねんって思うんですけど、その方はね、もし万が一怪我したらどうするんだっていうことと、まあ、心配もあれば、そうなると車の方が加害者の方になりますから、過失が大きいですから責任持たなあかんねん、どうしてくれんねん、まあ、そういう感情が出ているのが怒りになってるわけです。ですからね、怪我したら危ないだろう、ね、責任取らされたらなあかんなったらどうしてくれんねんっていうのが一次感情になるんですよ、この時ので。二次感情として、これ危ないやろ、ね、ちゃんと横断歩道渡れみたいな感じなのが二次感情になるんですけども、ね、この二次感情しか分かっていない、なんで最近の、ね、若い子は、ね、年寄りは、ね、信号使わへんねん、横断歩道渡らへんねんみたいな感じになってって、なんで怒ってるか分かってないっていう人はいつまでもそのいうパターンから抜けれないっていうことなんですね。例えば子供さんが、お家で勉強しないとしますよね。勉強しなさい、あと勉強しなさいって、成績悪いねんからね、まあ、とにかくそれで怒ってしまうっていうことはありがちです。ね、今やろう思ってみたいな感じで、あんたいつもそうやみたいな、もう具体的な話じゃないところで喧嘩になっていってしまう、ね、けど子供さんが勉強しないでなぜじゃあ腹が立つのかっていうと、やっぱりお母さんお父さんが自分が勉強できなくて困ったとか、傷ついたことがある、悔しい思いをしたことがある子供さんに、ね、そういう同じような思いをさせたくないという気持ちから、ね、これが一次感情です。で二次感情で、あんた勉強しな困んねんでみたいな感じのここをぶつけてしまう。けどこれを冷静にですね、お母さんは、ね、こういうことで困ったことがあって、ね、あなたにも同じ苦労してほしくないから言ってるねんよ、ね、っていうことを言ってから勉強しよう。それを何回言っても言わなかったらちょっと言ってしまうかもしれませんけど、要はその第一次感情二次感情です。他にもですね、例えば旦那さんがリビングで、まあ、寝ていると、テレビつけっぱなしで、ね、こんなところで寝んといてみたいな感じになるとするじゃないですか、ね、けどそれは一次感情的にはもしかするとね、まあなんかね、布団をかけずに風邪をひいたらどうすんのっていう心配が怒りに変わっちゃった、二次感情としての怒りとして出しまったのか、ね、いや自分が掃除したいのに邪魔やなっていうことなのか、ね、もしくは、まあ、自分がテレビを、ね、つけっぱなしされてるから見たかったから怒ってるのか分かんないですけど、もういつもだんだん寝てばっかり邪魔やねんみたいな感じで、そこだけだと何怒ってるかもう分からなくなるんですよね。イコール旦那さん嫌いみたいな感じに、旦那邪魔みたいな感じで、けど一次感情がもしかしたらね、風邪をひいたら心配、こんなところにいたら腰痛くなるっていう愛情の裏返しだってあれば、そう旦那さんが、ね、寝ているイコールムカつくにはならないかもしれないっていうことなんですね。仕事に関して言えばですね、例えば部下が失敗しました、お前こんなボンミスすんなよみたいな感じでね、怒ってしまいがちですね。けどそれはなんでそんな風に思ってしまうのか、さらに上司の、まあ、自分がね上司だとしたら、自分にも上司が、さらに上司がいますから、部下の失敗のせいで自分も評価も下がっても、自分もまたさらに上司に怒られてしまう、
もしくは部下の失敗によってお客さんに怒られてしまうんじゃないか、お前どうしてくれんねんっていうところで二次感情としてお前ちゃんとせえよ役立たずやなみたいなことで怒ってしまうけど、ね、ですね、これをぐっと怒りが出そうになった時に、ね、二次感情を前出すんじゃなくて、一次感情なんでこれムカつくんやろこんなにって考えた時に、ここを分析していただきたいわけなんですよね。一次感情としてこうこうこうだったら、例えばね、さらに上司に怒られるから部下に八つ当たり、これかっこ悪いですよね。自分がどうなりたいか、なりたい姿をに近づくのがアンガーコントロールですから、ね、器の広い人間になりたいと思っているんであればそんなことで怒ったらあかんなっていう、そのダメだったことは叱るにしてもかん、ね、どこから怒りが来てるの、これはもう叱らないと彼が成長しないであろうな、こういうね、一つのミスの裏にはたくさんものミスがつながっているんだよっていうことで冷静に叱れるかもしれません。ちょっと長くなりましたけども、怒りの一次感情と二次感情、ひょっとして二次感情だけで、怒ってしまっている、怒りをぶつけてしまっていることってないでしょうか。何起こってるかわからへんなみたいな、一次感情のをこう、ね、見つめる、こういうトレーニングをぜひしていただきたいなっていうのがもう今日の主なメインなんですね。そして今日はですね、こういうことになります。一次感情トレーニング、一次感情チェックトレーニングですね。最近頭に来たことを思い出してください。その時のあなたの怒りの下にはどんな一次感情がありました。ただそうなんかムカついたことを言われたからなのか、ムカついたこと言われるって言ってもそうですよね。ムカついたこと言われるっていうことはね、自分が大切にされて当然や敬われて当然だっていうエゴがあるからかもしれませんよね。なぜ頭に来たのか、こうあるべきだっていう常識を振りかざしすぎてたのかもしれませんよね。ですから、最近頭に来たことを思い出してみてください、ね、反省はしなくても構いません。一時的感情、ね、一時感情っていうのが、どういったものがあったかっていうのだけちょっと、ね、客観視していただくだけで結構です。はい、そして2つ目、会社の上司や家族のあなたに怒りをぶつけてきた人がいたとします。いるはずだと思います。思い出してみてください、ね、なんでそんなこと起こんねんってね、思ったかもしれません。けどその人たちの、ね、裏には、ね、二次感情だけをぶつけてきました。一次感情教えてもらってませんけど、ね、実は一次感情があったんじゃないかっていうふうに考えると同じようにヒートアップしないんですよ、ね、なんか怒ってこられました、なんでなみたいな感じで言われた、何がなんでなみたいなね、売り言葉に買い言葉さんみたいになってしまわないで、ね、もう言ったとしたも、ね、それはなんでこう思うんかなっていうふうになるとね、まあヒートアップせずに済む可能性もあります。ぜひこの1つ目と2つ目、自分自身の一次感情、相手の一次感情、これをちょっと考えてみる、時間を作ってみていただきたいということですね。はい、そしてもう1個、今日はですね、これだけ覚えておいていただきたいですね。怒りは自分自身を傷つけていることになりますよっていうことなんですね。結果をさっき言うと下の太い字ですね。アンガーコントロールではですね、怒りは焼けた炭を素手で持って相手に投げつけるようなもの、要はですね、炭って熱いですよね。自分も火傷するし相手も火傷するし誰も得しないってことなんですよね。で、怒ると活性酸素とかね、いろんな体なんかを錆びさせる、傷つけ血管壁傷つけるとかいろんなことあります、ね、やっぱり心と体を傷つけているわけですよね。でやっぱり怒っている人っていうのはやっぱ免疫力って低下させるんですよね。今免疫力って大事な時です。血圧を上げてしまいます。心臓とかに負担がかかりますね。でやっぱりストレスホルモンっていうのが出てるとやっぱ老化が早くなってしまいますんで、ね、この怒り、ね、自分の体を傷つける、価値があるんだろうかっていうふうに起こる前に感じてますよね。言ってもしゃあないわって言って抑えるのではなくて、ね、まず一次感情を、ね、なぜ起こるのか、相手がなぜ怒っているのか、裏の感情を知って、そして今から怒ろうとしてしまった時には
これ怒りをぶつけて、ね、自分の心と体を傷つける寿命を縮める老化を促進させる価値があるのであろうか、ね、そういったことを、考えていただきたいということですね。はい、実はもう少しお話しさせていただこうと思ったんですけれども、ちょっと十分長くなりましたので、2回目の今回はこれで、終了とさせていただきます。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。